この宇宙って聞いて皆さん大体どれぐらいの大きさっていうのを思い浮かべるでしょう。例えばこう宇宙ステーションっていうのがありますと。でそこではまあいろんな国の人がですね、いろんな実験をしているわけなんですけども、これってですね、たかだかこう、地面地表からですね400キロぐらいしか離れてないんですね。で、非常に近いところにあるわけなんですけども、まあ中にはですね、例えばその太陽であるとか、あるいは今、夜空を見上げるとですね、木星とか、火星とか土星、まあ、綺麗に見えていますと。こういうところを思い浮かべる人も多いと思います。でこういうところだとですね、まあ、大体こう億キロメートルぐらい、とかいう感じの広さになりますね。で、夜空に輝いている、星なわけですけれども、太陽に対して水金地下木っていうのがあるように、夜空の星にですね、やっぱり惑星がある。でそういう、惑星を持っている星っていうのがですね、実にもうすでに3000個以上見つかる、非常にですね、なんかこう宇宙人いるかもみたいな感じのですね、気になってくるような話が出てくるわけですけども、そういう星がですね、我々の太陽系が含まれている天の川銀河、この中に星っていうのは、まあ、数千億の単位で、あるわけですね。で、もっとですね、この宇宙の中っていう言い方をするならばですね、銀河っていうこの単位で、1000億とか2000億とかいうのは、数の銀河があるというふうに言われています。まあ、とにかく宇宙ってものすごい広いわけです。で、この広い宇宙でですね、一体何が起こるか。で、私が今一番こう興味を持って、研究しているのがとにかく爆発現象。これまたすっごいいろんな爆発現象が起こります。太陽表面で起こるフレアと呼ばれる爆発現象、これがですね、一回バンと起こるので、原子力爆弾の10億発分の、エネルギーの爆発が起こったりとか、太陽の質量の10倍ぐらいの重さがある、ブラックホールだとですね、1秒間でそのさっき言った太陽フレアのエネルギーの、1000万倍にもなるようなエネルギーの爆発現象を起こします。あるいはですね、宇宙最大の爆発現象と言われているようなガンマ線バーストとか呼ばれるような現象ではですね、さらにその1兆倍とかいうような感じのエネルギーの爆発現象が起こるんですね。と聞くとなんかこうすげえなーと思いませんかね。もうあの宇宙ってのは本当にですね、ワクワクすることがいっぱい起こります。で、まあそういう天文学の話なんですけれども、その宇宙の科学っていう形でですね、考えてみるとものすごくいろんな方面で今広がりを見せています。もちろんですね、人工衛星とかを打ち上げるようなロケット開発技術、あるいはそのロケットをどういうふうに飛ばすかっていうのはですね、宇宙航空工学っていうのはまあ昔からあるしですね、あるいは、宇宙飛行士を、健康な状態に保つための宇宙医学っていうような話、これは昔からあります。ところがですね、最近ではですね、太陽パネルを宇宙に打ち上げてですね、そこから電波で、こうエネルギーを送るようにすればですね、エネルギー問題解決するんじゃないかとかですね、あるいはエレベーターでですね、宇宙に行けるんじゃないかとか、そういう技術がですね、開発されて今まさにもう実用化寸前まで来ていますとかですね、宇宙にですね、こう人類が出ていって本当にそこで生活するっていうのがもう目の前に来てますけれども、そのためにはですね、宇宙法学、法律ですね、作らなあかんとかですね、宇宙人類学とかですね、宇宙倫理学とかですね、もういろんな方面で宇宙の、研究というのは広がっています。まあ、ぜひですね、あの皆さん思い思いの方法でですね、いろんなあの研究があります、一緒にですね、宇宙を研究できればと思います。